ラウシェンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ軍に属する市である。ラウシェンベルクは、ブルクバルトの南東周辺部に位置する。マールブルクの北東、キルヒハインの北にあたる。市内のいくつかの地区をボーラ川が流れている。ラウシェンベルクは、北は、ローゼンタール、ボーラタール及びギルザーベルク、東は、シュタットアレンドルフ、南は、キルヒハイン。 南西は、ケルベ、西は、ベッターと境を接している。ラウシェンベルクは、アルプスハウゼン、ブラハと、エルンストハウゼン、ヨスバッハ、ラウシェンベルク、シュバーベンドルフ、ボルフスカウテの格式からなる。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの、同版画に描かれたラウシェンベルクすでに千年頃に、現在のラウシェンベルクの場所に、ラウシェンベルク城が築かれ、その保護のもと、 やがて集落が発達した。1266年5月8日の火災によって、ラウシェンベルク集落は、ほぼ完全に消失した。水源ハインハクゴットフリート5世は、この村を再建するために特権を与え、1266年5月22日に、都市圏を授けた。1450年に、水源ハインハク家が断絶すると、ラウシェンベルクの城や町を含む、 追いげん派員白領は、ヘッセン法白領となった。その後まもなく城は、狩りの上官に拡張された。エルンストハウゼンに近いフンツバッハタールには、フンツバッハ上司がある。30年戦争では、ラウシェンベルクは、スウェーデン軍によって略奪された。さらに、終戦の2年前に、ヘッセン継承戦争の過程で、皇帝軍司令官の命令により上官は爆破され、現在も、 遺跡だけが残されている。ナポレオンのベストファーレン王国、ラウシェンベルクはカントンラウシェンベルクの行政機関所在地となった。国家社会主義の時代、フランツ・ベルトートがラウシェンベルクの司教会の牧師として働いた。彼は活動的なハンナチス運動家であった。彼は妻と共に1933年に NSTP への投票を拒んだ少数者であった。彼は 地元 SA によって困難な状態に陥り、圧力に苛なまれた。1934年にベルトートが亡くなった近所のユダヤ人の家を訪れたことで、事態は鮮明化した。この事件、牧師の記録には、プラウト事件と記されている、は、教会内部の衝突をもたらした。最初は、教会幹部との衝突であったが、やがて、カッセルの地方教会指導部との対立となった。 レトーとは、くじけることなく、キルヒクライン協会クライスの教会代表として、活動的であり続け、戦争の真中あらゆる法的追求や密告に抵抗を続けた。彼は、1956年に健康上の理由で、この地を離れ、ホーフガイスマーの牧師を務め、後にオットラウに移り、1977年に、そこで亡くなった。 ラウシェンベルク視聴者ラウシェンベルクの市議会は23議席からなる。ラウシェンベルクの紋章は黒字と金字に上下に分割されている。上部には6つの突起がある銀の星が描かれている。これはかつてこの町を支配していたツイゲンハインハクの紋章に由来する。1956年のヘッセン州の町の紋章州には8つの突起を持つ星が描かれている。 これは、最後の追言範囲白となった、ヨハン二世の未亡人で、バルデック白歌出身のエリーザベトを思い起こさせる。彼女は、例えば司教会をはじめラウシェンベルクに、多くの投資を行った人物である。八つの突起がある星は、バルデック白歌の金字に黒で描かれる星の形である。ラウシェンベルクのマルクト通りラウシェンベルクの旧市街、特に市役所周辺の中心部には、 何、世紀も前の保存状態の良い木組建築が多くある。ラウシェンベルク城は30年戦争で破壊された後、わずかな遺跡だけが残っている。ラウシェンベルク旧市街の高台の上にある城市へは、自由に立ち入ることができる。さらに特筆すべきは、ラウシェンベルクの市教会である。最も古い部分、本堂の西側部分は13世紀中頃に建造された。 この教会は1450年頃に拡張され、見応えのある、後期ゴシック様式の祭壇が設置された。当時の脇祭壇、おそらくは、コンラート・フォンゼスト派のもの、は、有名なバート・ビルドゥンゲンの祭壇画と極めて似たもので、あったことがわかっているが、完全には保存されていない。中央部のいくつかの画像が失われている。北の側壁沿い中央部分には、おそらく、 やはり15世紀初めに制作された幼子を抱いた三日月の聖母が描かれていたと推測されている。ありがとうございます。